はい、こんにちは。今日の一面、二郎の一面で、久々やね。毎日買いに行ってますね。毎日買ってるけど、話題がなく、今日はね、一面ですわ。これね、ボート。一面、ボート。賞金王言ってね、ボート競艇ね、一番大きいレースの、1年間で一番大きいレースの優勝戦言ってね、優勝する人を決めるレースが今日あるんですよ。まあ、競馬で言うと有馬記念みたいなもんやね。それがほんまやったら、住之江ってね、近所に、もうチャリンコで行ける距離にあるんですけど、そこでやるようんですけど、今年はね、東京の平和島いうところでね、やってるみたいで、前からネット観戦やね。はい。ということで、この、まあええな、細かい話はいらんということで、ほんでね、寝たかいな。これやね、松平健がコロナにかかっとったりでね。で、この記事でね、松平健、2017年頃かな、3年前かな。心臓カテーテル手術を受けてたりでね。何？不整脈？かなんかなんですね。で、その下ね、この下に、動脈硬化や心筋梗塞を患った人は注意みたいな書いてあってね。まあ、それはずっと言われてますわね。基礎疾患ある人、年いってる人は注意やでいうのね。で、こうやって、ね、有名な人がかかって、こう書かれるとなんかもう、あーみたいなね、私やんみたいな感じでね。これね、新型コロナ感染による重症化リスクやね。重症化リスクは一般的に糖尿病などの基礎疾患や心臓疾患を抱えた人が高いとされている。米疾病対策センターの研究によると、健康な人に比べた場合の致死率ね、死ぬ確率。致死率は約12倍。私やん。普通の人よりも12倍死ぬ確率が高いことね。3年前に心臓カテーテル手術を受けており、心配されるところだが、手術をして元気にされているので、それほど心配はいらないと、先生が言ったんだよね。感染すると血栓ができやすくなるため、動脈硬化や心筋梗塞を患った人は注意が必要という。血栓ができやすくなるね。私はもう、ちなみにもう血栓だらけやからね。全身血栓。何の血栓やねん。今日は、これの血栓やんってね。それはいいねんけど。はい。ということで、注意してね。私がかかったら、重症化のとこに、ポイント、カウントされてね。で、退院してって言うけど、死んだとかね、50代一人死亡みたいな。っていうことで、そんな、ね、いつ死ぬか、死ぬ確率が高いこっちゃからね。ほんまに。我が人生、悔いなき時間がね。まあ、そんなん分かりまへんで、どこでどうなるやろね。ということで、もう一個言いたいことあってんで。いろんな記事があるわね、ほんまに。エッチな記事が、スポンジは面白いね。なかなか。センス、ユーモアがある、いつもね。なんか言おう思ってんね。今日はね、M1。
私、日頃テレビ一切見ないよか、テレビ一切つけないんですけど、あるのはありますね。で、今なんか、EU で撮ったら凝ったら言ってね、なんか、BS やら CS やら見れる状態にあるんですけど、全く見てない。今ちょっと、つなげてもらおうかな、思いつつつなげてもらってないんですけど、何 ?M1 や。M1 はね、唯一、もうテレビ見ようになって、5、6年ぐらいはなるんですけどね。唯一テレビ見るのが、テレビで見たいなって思うのが M1 やね。けど、今年はね、なんか知ってるやつ全然出てへんね。若い子ばっかりなのかな。なんか、一組か二組ぐらいね、知ってる人ね。だから、それはそれであんまり思んないね。ね。そんな感じかな。これね、ごつ、二面で出てますわ、やっぱりね。そのレースは。一面もあって、この二ページにわたってね、この松井いうのが、これ、映る。松井っていうのが、これ、もう30何億円稼いどんですよ。ほんで、娘はね、なんか日本、なんとかユニバースに出てるってね。っていう話で、今何の話やった。ああ、M1 ね。唯一、M1 と、紅白歌合戦と、まっちゃんの大晦日にやるやつね。あれはちょっといつも見たいなと思って。見えへんすけどね、寝てるんですけど。見たいなと思える番組かな。抹茶が好きなんやね、基本ね。抹茶と浜ちゃんがね。っていうことで、はい。以上、壮大です。いつもありがとうございます。失礼いたします。バイチャ。バイなら。さよなら。チャンネル登録お願いします。